チェコ軍団の記念品裏ジオストクのチェコ軍団チェコ軍団とは第一次世界大戦中にロシア帝国がオーストリアハンガリー帝国軍のチェコ人を呼びスロバキア人捕虜から編成した軍団級部隊正式名称は第一チェコスロバキア軍団ロシア革命後ボリシェビキに対して放棄し日本はチェコ軍団の救出を目的としそして シベリアの共産主義化阻止のために出兵した。チェコ人部隊の編成は、第一次世界大戦の最初の月である1914年8月には、すでに始まっていた。同年9月、捕虜から将校34人、歌手間、兵921人からなる、チェコ義勇隊が編成され、義勇隊指揮官には、ロシア人のロトツキー大佐が任命された。10月末、義勇隊は、 第三軍の編成下において南西戦線に送られた。1915年3月、スロバキア人とチェコ人捕虜が義勇隊に編入され、始めた。南西戦線司令部は義勇隊を高く評価し、連隊への昇格を勧告した。義勇隊の総数は2090人まで増加し、1915年12月27日、第一チェコスロバキア狙撃連隊に解消された。 1916年夏、2個連隊、約5000人からなる、チェコスロバキア狙撃旅団が編成され、トロヤノフ大佐が旅団長となった。1917年7月のガリツヤ構成において、チェコスロバキア旅団は、ゾボロバ地区の戦線を突破し、3000人以上の捕虜を獲得した。この功績に対して、旅団長は、少々急とされた。旅団は団に昇格し、 1917年秋、2個、師団、3万9000人からなる、第1チェコスロバキア軍団が編成された。第2軍団の編成も計画されており、ロシア革命時には6万から8万人のチェコ人、スロバキア人がいたと推定されている。10月革命後の1918年3月3日、ボリシェビキは、ブレストリトフスク条約でドイツと単独交和した。 チェコ軍団は、チェコスロバキア独立のために、シベリアを経由して、ウラジオストクに向かい、アメリカ経由の回路で、西部戦線に渡ることが決められたが、1918年3月半ばに、至るまでウクライナにおいて、ドイツ軍、オーストリア軍と戦闘を継続せざるを得なかった。1918年3月26日、ロシアソビエト連邦社会主義、共和国人民委員会議は、 チェコスロバキア国民会議ロシア支部と条約を締結し、チェコ軍団将兵が武装解除して民間人としてウラジオストクに移動することを許可した。1918年4月5日、ウラジオストクにおいてロシア軍の軍服を着た強盗が2人の日本人を殺害したため、日本軍のニコ中隊が市内に進駐した。ウラジーミルレーニンはこれを大規模な干渉の始まりとみて、 チェコ軍団の移動停止を命令した。4月10日、ウラジオストク当局は日本軍の増派がないことを報告し、12日、レーニンは停止命令を取り消した。しかしながら、この数日間の地帯はチェコ軍団将兵に強い不満を引き起こしていた。1918年5月の時点で、ウラジオストクには1万4000人がすでに到着し、ノボーニコライフスクには4000人、 チェリャビンスクには8000人、ペンザには8000人のチェコ軍団将兵がいた。旧ソ連の公式説によれば、チェコ軍団の放棄は、1918年5月14日、チェリャビンスク駅において、チェコスロバキア兵とハンガリー兵間の乱闘が原因とされている。チェリャビンスクのボリシェビキ当局は、乱闘に関わったチェコスロバキア人を逮捕したが、チェコスロバキア兵は、 武力で同志を奪還し、赤兵隊を武装解除し、市内の武器庫を奪取した。しかしながら、大事にまでは発展せず和平協定が締結されたが、ボリシェビキ中央は、チェコ軍団の即時武装解除と武装兵の射殺を指示。この際、武装兵が一人でも見つかれば、部隊全員を逮捕するように指示された。5月26日、レフトロツキーは、チェコ軍団を、 反乱軍と宣言して攻撃を指示した。当時、チェコ軍団司令官は、パリ所在の軍務経験がないとマーシュ、マサリク教授に交代していたために、現地での指揮者がいない状態だった。そのため、チェコ軍団は大きく4つのグループに分かれていた。これら4大グループのほか、さらに、シュベツ注意、ヤンスイロビ注意、ロシア人のウシャコフ中佐が率いるグループが存在した。 ボリシェビィキによって殺戮されたチェコ軍団員放棄当初、チェコ軍団は、西方のボリシェビィキに対して、戦おうとはせず、経路上の都市を占領した。欧州への移動のため、ウラジオストクに集結していたチェコ軍団主力は、ペンザ、チェリャビンスクのグループを見殺しにはできず、おのおの合流のために移動し始めた。6月7日、シベリアグループは、オムスクを占領し、ガイダ部隊と合流した。 ペンザグループは、サマラとウファを経由して、チェリャビンスクに向かった。8月初め、赤軍東部戦線司令官、イオアキムバセェチスは、3倍もの数的優勢を持って、チェコ軍団を攻撃したが、戦果を上げられなかった。8月6日、ステパノフ大意識下の第一チェコスロバキア連隊は、東部戦線本部所在地である火山を占領した。この際、同市にあったが露され、 全ロザン暫定政府に手渡された。9月1日、シベリアグループとウラジオストクグループが接触を確立した。1918年8月、ボリシェビキ体制の除去を望んでいたフランス政府は、チェコ軍団の行動の統制に乗り出した。これまでに、ドイツボリシェビキに対する東部戦線解説の任務を、帯びて、モーリス・ジャナン将軍がシベリアに派遣されていた。しかしながら、 ジャナンは12月になって初めて、オムスクまでたどり着けた。1918年10月、独王の敗北が明らかになると、チェコ軍団将兵は早期帰国を望むようになった。いくつかの部隊は戦線を離れ、東に向かう列車に乗り込んだ。このような状況下、10月25日、第1チェコスロバキア師団長、ヨゼフ・シュツ大佐は自決した。 10月28日、チェコスロバキアが独立し、11月初め、チェコ軍団はウファ及び、チェリャビンスクから撤収し始めた。11月、ジャナン将軍は、ザイシベリア連合軍総司令官となったが、どの干渉国の部隊も指揮下に入らず、配下部隊は、ウラジオストクの一個中隊のみで、名目上のものに過ぎなかった。そこで、ジャナンは、コルチャーク軍を支援するとともに、 チェコ軍団の掌握に乗り出した。クレマンソー首相がチェコスロバキア政府に対して圧力をかけ、1919年1月27日、ノボニコライフスカからイルクーツクまでのシベリア鉄道沿線がチェコ軍団の担当地域とされ、フランスはチェコ軍団をさらに1年近くロシアに止めることに成功した。 これに対して、6月、チェコ軍団内で反乱が発生したが鎮圧された。チェコ軍団将兵の撤退は19、1919年12月になって初めて行われ始めた。1920年1月、ジャナン将軍は、コルチャークをボリシェビキ側に引き渡すように、チェコ軍団に命令した。第一次世界大戦から、ロシア内戦にかけて、チェコ軍団は、 4000人以上を失った。この際、ボリシェビキ側に寝返ったのは218人に過ぎない。ありがとうございます。